やっぱあのカメラなしでさ、トークを撮ってて聞いて、うん、この前さ、はい、スーパーの駐輪場でね、はい、自転車が将棋倒しになったんだよ。おばちゃんが倒しちゃったの、はいはい、あらなんて顔しててさ、うん、うわかわいそうだなと思って、結構年配の人だったから。本当だ、木の実っていうか、いろいろね、いろんなね、うん、ここねテーマがあるんだよ、うん、県民福祉村って。あれでも薬草とか、あれさ、でも俺らがやるとさ、うん、これは県の所有物ですからとか。あ、まあまあ、だからその自分のちょこっとの範囲、自分が、うん、食べるとか。ね、聞いて、将棋倒しの話、将棋倒しの話してください。もうしたくなくなっちゃった。いやいや、ごめんごめんごめん。将棋倒しでね、はい、結構年配の人だったから直すの大変そうだなと思って、はい、何もせずに俺直そうとしてさ、うん、直してたんだよ、うん、したらそのおばちゃんさ、私じゃないですみたいな感じでどっか走って逃げちゃったんだよね。そのおばちゃん何、 どうしたの。逃げちゃったから知らない。逃げ足は早かったわ。自転車で逃げてった。私じゃないですか。そうそうそう、でそれはディズニーランドでさ全部起こしてきた。うん、一応起こしてきた。ああ、偉いね、うん、逃げられた瞬間やめようと思ったけどさなんかね、もう俺が倒しちゃったみたいな絵になっちゃってるからさいなくなっちゃうからね。そう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 、だけどそうだよね、当人がいなくなっちゃうとさ、うん、当人になっちゃうからね。そうなんだよ、うん、よく舞浜駅あたりでさ、うん、ディズニーランドの悪口言うじゃない、あなた。いや、言わないでしょそうすると睨まれたりするじゃん。だって舞浜行くっていうのはディズニーランド行くんだから、ディズニーランドの悪口言うわけないでしょ。あれ、武蔵野線で東京駅行くときって舞浜通過しないっけ。 あのね、南船橋の方と、要するに、あ、そうだね、南船橋乗り換えだね。そう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 、なんですよ。だから舞浜は違う違う、南船橋の方行っちゃダメなの。舞浜は行く、行くんだ、東京駅のそっちで。うん、言うじゃん悪口。え、悪口言わないよ。なんか毎週ディズニーランド行ってるやつは違う違う、今おかしいって言ったじゃん。ゴミ屋とを例え話を。そりゃそうだけどさ、まあ仮にね、うん、仮にじゃあ A さんが、 A さん、まあ、毎週 A さん何歳、うん、50歳前半。50歳前半、はい、うん、で飲み屋さん行くと、はい、まあ行きつけのね男性、行きつけの男性、はい、まあ、僕の友達 A さんとしましょう、はい、で行きますと、はい、毎週行ってるわけよ、はいはい、まあそうするとまあまあ安いって言ったってさ、うん、まあこの辺だからそんな高くないかもしれないけど、まあ1万前後する。それ安いと思えないんだけどいやいや、おかしいだろ、まあまあ、いやおかしいけど、うん、でもディズニーランドって今1日行くとどれぐらいなの。1万円ぐらい、1万円ぐらいだとする、入場券だけで1万円近くするんだろ。うん、でもさ人間ってさ、うん、多分さそのね、うん、僕の友達の A さんは、うん、毎週ディズニーランド行くっていう人が行くと、うん、お金もったいないと、うん、もう毎回同じじゃないかと、イベントもないのになんで行くんだと、うん、でもさディズニーランド行ってる B さん、イベントもないって、イベント B 君、うんうん、B 君の方は、うん、いやお前のお金の使い方がおかしいと、うん、なんでね、うん、彼女もならないところにね、うん、一生懸命足しげくね、うん、1万円も払って行くのかと、うん、でということはさ、うん、やっぱ1万円の価値をさ、うん、みんなさどこに置くかっていうのは人それぞれだよね。うんうん、そうなので、あなたあの1万円あったら何したい。1万円か、うん、1万円で決まると思うんだ俺、その人の価値観というか。まあその時によっても違うけど、うん、有意義な1万円だったなってするならば、うん、週1回1万円使っていいですよと、うん、まあ俺はあれだけど、例えばお小遣いでね、じゃああなた週1回を自分のために使ってよと、うん、お世話になった人にプレゼントがしたい。そんなわけないだろそんないい人だね。でもたまに思うんだよ、そういうことするのが。そういう使い方はダメ、そういう使い方はダメ。自分の欲のために使うってこと、うん、まあ要するに自分を癒してあげるというか、うん、そっか、1万円の使い道、1万円のご飯食べるのは俺ちょっと違うんだよね。週1回だけどそこの1箇所で使わなきゃいけない1箇所、うん、1万円、1万円、まあ僕の A さんはなんかそういうスナキャバみたいなことじゃ。俺はね洋服買ったりするとちょっと上がる。あ、洋服ね、洋服、あ
違う違う違う、残らないものにして、残らない、残らないものに、残らないもの、そうするとみんなそうだから、俺だったら1週間分の食材買おうとか、うん、今自炊してるじゃん、ガソリン入れようとか、でほら今税金払おうとか、水切り棚とか、うん、だからそれと普通だ、普通の予定になっちゃうから、うん、あくまでも消えてなくなるもの、消えてなくなるもの1万円、消えてなくなるもの1万円、なんだろうね、なんだろう、消えてなくなるものっつってさ、貯金残るじゃん、使えないでしょ、あなた使えないでしょ、俺使えないかもね、うん、なんかね最近そう、ご飯に1万円払えなくなってきたというか、ご飯、じゃあちょっとご飯美味しいの食べようって言ったら、いくら、1500円、あ、1500円、うん、なるほどね、いや俺他弁とかの弁当で十分幸せ、あ、なんか最近そうやってさ、あったかいご飯とさ、あなたもピンキリで全部経験してきた人でしょ、ピンキリって上も経験してるし、上って何、いやそれ全部全部言えないですけど、なんかキャバで大きい金使うのが、いやいやいや、それ俺そういうのはちょっと価値観の違い、いやそういうことは言ってないけど、うん、今は1万円の話を、1万円なんだろうね、不在口をね、あ、じゃあいいよ、つくちゃん、ちょっとこの不在口でね、今日楽しんできてよ、渋沢栄一なんだってよ、あ、そう、渋沢栄一でね、うん、楽しんできてよと、うん、言った時に、うん、どうする、1万円か、うん、映画、映画だってそんな1万円使えないからね、なんかさ映画もさ、うん、どっかで暇つぶし的な要素なんだよね俺の中で、あ、これがやりたいみたいなさ、うん、あ、俺焚き火やりたい、1万円分の薪燃やしたい、1万円燃やしてみる、やろうよ、むしろちょっと お金に対する1万円あんの1万円あるよな燃やせないだろう、いや薪なら燃やせんじゃん、いや1万円を燃やすんだよ、1万円なんか燃やせねえよ犯罪だよ、いやいや犯罪だけどさ、うん、でもさやっぱ我々お金にとらわれすぎてんだよ、そういう意味じゃ、俺はとらわれてないよ、うん、1万円を作るコストと、うん、薪のコストって薪の方が高かったっすってよ、そうだろうね、そうでしょ、うん、だから1万円にやられちゃってんだよ、1円玉作るの1円じゃできないらしいぜ、いやそうなんだ、そうなんだ、じゃあ作んなきゃいいのにね、じゃあ仮にね、うん、1万円作るのと1円作るコスト、うん、どっちがっつったらなんとなく1円の方がコスト高くなってんじゃない、いや1万円だろ、だってなんかいろんな工夫されてるみたいだよ、うん、だからもうさ小判とかに戻してほしい、キャッシュレスだって、だからさあのさいろんなことができて、小判こうやって本気、うん、昔に戻ってほしい、戻してそしたらもっとありがとうが出てくるんじゃない、昔、うん、あんた昔好きだよね、うん、ありがとう、あのさ、戦争を体験した人の話っていうのが、うんうん、YouTube とかで見るんだけどさ、はい、今の日本はダメになってる、うん、心が病んでるって、あ、まあまあそれよく言うよ ね言われるね、うん、そういう人たちの話聞いてると分かるんだけどさ、うん、ただ魂の話ね、そう、中国から引き上げてきた人とかさ、うんうん、ねいろんな経験した人ほとんど死んじゃってるからさ、あ、まあそうね、うん、奇跡的に生き残った人の話ってすごく重みがあるんだけどさ、でも人間って本当に辛いことって話せないよね、あ、そうだよね、うん、なんか思うんだけど、うん、体験した人がさ、うん、苦労した話、うん、息子にも孫にも話せなかったっつってさ、うん、もうヨレヨレになってからカメラの前で話してる姿とかさ、うんうん、いやそういうふうに言ってたじゃん、ちっちゃい頃とかさ、うん、戦争経験した人とかまだいてさ、うん、学校で話してくれたりとかしたじゃん、うん、で話せなかったんだって言うんだけど、うん、小学生ってアホだからさ、うん、話してんじゃんとかさ、いやなんで話せねえのって思ってたんだけど、話しとかなきゃいけないと思って話してる、やっぱりね振り絞るように話してる、だからさ今いろいろさ、うん、経験して、うん、ね、いい年になってさ、うん、そうだよな、こういう経験したら話せないよなって思う、うん、本当に辛い失恋って話せないじゃん、失恋、うん、本当に辛い失恋、うん、いつしたのそれ、いやいやいや A さんの場合は、A さん、 A さんって誰いやいやそれだってそっちのが気になるよ、まあだからもうみんな人それぞれ違うかもしれないけど、うん、本当に辛いことっていうのはなかなか話せないよねと、話すかその程度は、あなた失恋したことあるか、失恋し、失恋の話とかなんかかっこいいな、え、失恋の話とかさかっこいいね、まあ俺もないから別に載せないから、こっちこっち
モテない人は失恋しないみたいな、まあ、モテない人の方が失恋ができるから、うん、まあ失恋の方がむしろさ、うん、人生の味わいとしてはさ、うん、だってさ、なんかあんた恋愛好きだね。恋愛好きじゃないけど俺もうそういうの終わってんだよ。まあ終わんなきゃいけないんだよ本当、うん、俺もそういうの終わる予定だったんだよ。終わってねえなあんた。そういうのがもうない穏やかな人生を、うん、送ろうと思ってみんな結婚するわけでしょ本来は。え、そういうことなの。いや、そうじゃないの、わかんない。なんかほら、もうテンション上がったり下がったりとか、ね、ちょっと話の腰折っちゃって悪いんだけど、うん、もっと落ち着いたさ、よくさ、夢とかさ、うん、目標に向かってとか言うじゃない、うん、絶対無理なの分かってんだけどさ、うん、メジャーリーガーになりたい。今からだからさあ、そういうこと。そう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 、で想像の中で自分がメジャーリーガーになってさ、うん、あ、なんかそういう映画あったじゃん、なんとかドリームとかっつって。なんとかドリーム、まあまあそれはほら、なんだっけ、アメリカのかっこいい俳優ハリソン・フォードじゃないけど、なんかさ、わかんないけど、そんな映画あった。なんかなんとかドリームってなかった。わかんない。それはまあまあ結局そっち目指せるぐらいのレベルの人の話だけど、うん、だからそんなのなくてさ。そんなのなくては無謀。そんなのなくてなんだけどさ、イメージの中でね、うん、自分の体が大谷選手みたいに動いてさ、うん、あ、そのね、そう、草野球やったりとかそういうことやればいいじゃん。いやだからさ、160キロの球投げたいわけだよ。じゃあそれやろうよ。でも草野球入んなよ。でも投げられないじゃん。草野球大変だよ。俺ちょっとソフトボールやってたけど。だって草野球ってさ、町内のやってたけど、試合にするには18人いるだろ。いやそれでね、まあちょっとそんなに集まんないから16人にして外野2人とかさ。そんなね、内野さん、俺やってたけど、うん、もうね、うん、連絡網があって。いいよそんな話は。いいよ。いやいや毎週やってたら大変なのよ。だからね、夢はあるけどできないんだよ。でほら、いけない時も、夢を諦めないでとか言うでしょ。うん、だけども諦めるとかそういう問題じゃなくてさ、あ、だからね、複数に集まんないとできないやつを続けるってのは結構大変。そう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 、それは大変。だから一人で楽しめるものっていいよね。そうそうそう、まあ一人二人でね。まあだけどあれだよね、孤独が一番良くないっていうからさ。そっか、孤独か。何やるのもさ、うん、ご飯も一人で食べてるより二人の方がいいだろ。まあ、そう、いやね、何日もやってないけど一、うん、人分ってね、うん、結局外で食っちゃったから今んとこ安いっていうんじゃないかなと思ってんだけど。そりゃそうだよ、うん、だけど、うん、今日何食べようかなってちょっと食材いじって、うん、でそうするとさ、バカ食いはしなくなる。この前あのレンチンで作るナスとひき肉やったじゃん。美味しかった美味しかった、うん、俺さ3食分作っちゃえばさ、うん、安く作るんじゃない。まあまあそういうのもあれだね。食材2000円でさ。あ、そうだね。あ、で3で割って割り切れないけどさ。でちょっとさ、料理得意じゃん俺。でそれをさ、 俺料理得意っていうか、レンチャンでさ4食、俺カレーライスしか作んないの。レンチャンで4食さ、うん、今度カレーライス教えて。カレーライス、うん、いや俺に教わるよりも、いや教えてほしい。意外とリュウジのバズレシピとかさ、うん、まあまあまあちょっとそれも調べるけど、うん、まあ、今ほらあのカレー粉の箱の裏に書いてあるよ。あ、じゃあそれやるな、うん、メーカーがさ、すっげえ簡潔すぎるけど、あ、メーカーが出してくれる動画とか、うん、あんじゃない。あのなんだっけ、 SB とかハウスね、食費とか動画で出してくる。そうなの。うん、だからそういうの見て、うん、作るわ。そんなカレーが、その作ったやつをさ、鍋に、俺にさ違うとか言われるからさ、いや違う鍋に作り置く、皮むけてないとかさ、それともこのほらなんだっけ、ジップロック、もっと火入れてとかさ、ジップロックに小分けにしとくとか、うん、カレーをどういうふうにしてんの俺。うん、でけえ鍋に使って無理やり食う。あ、でそこに置いとくの。何日も置かねえよ。もうだからすげえ大量に作っても、うち男の子2人いるから。あ、そっか。夜の間になんかスプーン入れて食ってるやついるしさ。あ、そっか。でもうまいでしょ、そういうこと。まあちゃんと作ればうまいんだよ、うん、みんななんかいろんな工夫しちゃってさ。あ、そうだね、いろんなもの入れちゃってさ。あ、レシピ通り作って大事だね。まず俺なんか初心者、うん、こういうこと言うと怒られちゃうけど、なんか トマトとかぐちゃぐちゃにしてさ、うん、入れちゃったりとかすると俺ダメだもん、うん、あ、そうか。いやいやいや、レシピ通りね。レシピ通り、レシピって相当考えられて出してるわけだからね。あ、いやそうじゃねえのもいっぱいあると思うけどね。ただね、分かってきたのはね、うん、ちょっとこれね1週間くらい続けると、うん、
調味料とか、うん、食材のこうダブルとか出てくるから、うん、そしたら多分一食あたりのコストは下がってくる。まあそうだよな、うん、そこまではいかないと、うん、いやでもあなたの場合わかんねえな。え、だって今さ豚バラ肉 100g とか言ってさ、うん、100g 売ってないなってさ、280g 買ってきちゃってさ、で残りの 140g 腐らしちゃってさ、だから、ね俺ね、また買ってきてさ、本当はそれをまとめて買っていった方がいいのかなと思ったんだけど、うんうん、俺の場合だよ、性格的には、うん、もう 100g だったら、うん、今さスーパーも優しくてさ 100g ぐらいの単位で売ってんの、うん、割高なんじゃないの。ね、昨日はね290円くらいだったかな、豚バラ肉コンビニのさちょっとしたで、あとカット野菜が200円いってないかな。カット野菜いいよね。200円くらいじゃない、うん、であとホイコロの元が100円クックドゥ、うん、みたいな感じ で、うん、でそうするとそれでもさ600円くらいいっちゃうでしょ、うん、で今度麦茶のもうとか言って麦茶のさ元俺安いじゃん、俺さ。だけどさ、麦茶の元買ったけど、うん、あ、じゃあ鍋がないな、つって鍋買うでしょ。やかんじゃない。コンロ、いや、やかんないな。水出し麦茶がいいよ、これ。そうそう、水出し麦茶じゃなくて、俺はね、ちゃんとね、うん、やかんで沸騰させて、うん、そうするとやかんを買わなきゃいけないんだ。水出しでいいじゃねえかよ。いや、ペットボトルの水出しっていうのがさ、あったんだけど、うん、ちょっとそれはちょっとお手軽すぎるなと思って。お手軽にしたいんだろ。いや、お手軽だけど、ちょっとそんな手抜きしていいのかなと思って。見失ってるよ、絶対それ。で、だからそうすると、やかんがさ、やっぱ2,500円。カレー作るのに、じゃがいも、人参とかさ、スーパーで売ってきて、うん、そんな楽していいのかなってさ、うん、だからじゃがいも植えてさ、今は掘り起こしてさ、道具揃えたり、調味料揃えるのに、まあちょっと数万円かかっちゃってるけど、うん、まあこれがね、形ができれば、うん、で俺も多分手慣れてくるじゃない、やってるうちに。手慣れてこねえと思うんだよ、あのキッチンで。いや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 、まあ、キッチン大事、キッチン大事だと思った。今日はキッチンをキッチンととか言わないんだね、うんうんうん、でそうするとじゃあ今度キッチン変えたいなとかさ、うん、出てくるともっと金かかっちゃう。キッチン作ればいいじゃん、うん、キッチン作るか、うん、キッチンとキッチンっていうのと、うん、あんた得意じゃん、うん、得意じゃねえな、得意、むしろ下手くそだななるほどね、うん、カレー作ってごらん、うん、カレー行くわ。俺ね、この年になってもカレーライスだとテンション上がる、うん、ただ俺今俺は、うん、調理は、うん、そのこの間見せた電子レンジの、うん、その加熱だけ、うん、で何が作れるかっていうのを研究してるわけだから、カレーもそれ作んなきゃいけない。レンチン食堂以外のメニュー作れないじゃん。だからあのレンチン食堂以外のメニューをこれから開発していくわけよ。どんなメニュー？で今度このチャンネルで、うん、やんないやんない、いろんなレシピを紹介していくのよ、うん、どう？あ、いいかも。どう？それだけ取ってみようか。まずはまずゴミを拾って段ボールで寝ようよ。じゃあ、まあ、やれることやっていきましょう、うん、どうせね、うん、人生短いわけだしね、うん、だからでもほらそうだよな。だって50年生きてきてさ、だって水路のことすら知らないんだよ。下水どうなってんのとかさ、うん、やっぱそういうとこをちゃんと探ってこよう。俺宇宙の起源が知りたい。いやそういうの大きい手前よりもさ、下水がどこにつながってんのかとかさ、海だからネットでちゃちゃっと調べれば分かると思うことよ。そのまま海に行かねえだろ。そんなのググればいいじゃん。まあググるよ、ググるけど。ググんねえじゃん。だけどそれをさ、うん、みんなに伝えてこいよ。やだよ、そんな。どっから目線だよ。いやいやいや、あなたの知識誰もいらないから。いらないかもしれないけど、うん、あえてみんな調べないけど、へえってことあるでしょ。でもすげえ調べるやついるじゃん。まあまあ、そういう人たちはさ、やっぱり何らかの人物になるわけじゃん。そうなの？うん、多分ね。うん、だけどもわーっと言っちゃってるとさ、うん、だってお姉ちゃんとこ行って下水の話をしないでしょ。俺お姉ちゃんとこ行かないもん、うんうん、まあまあだからそれはほらみんなさっきの1万円の話あったじゃない、うん、でもひとちゃんの場合はその1万円持ってる時に1万円持ってどこにも行くとこないっていうのはさ、何かしらあるよ。何かしらあるけどパッと出てこないでしょ。1万円、うん、でも行かなきゃいけないとこってあるじゃん。今俺の自転車前輪パンクしてるから自転車持ってかないといけないなとかさそうだそう
そうね、うん、今度車検だから行かなきゃいけないなとかさ、まあ確かにね、そうガソリンないから行かなきゃとかさ、トイレットペーパー買いに行かなきゃとかさ、まあ、なんだかんだあるよ、まあ、それ用事でしょ、用事、そうか、用事がないの、用事はあるよね、あつ、うん、そうだね、用事、うん、用事はある、用事がないんじゃないの、だからすぐ夜飲みちゃう、痛くなっちゃうんだ、いやいや、そんなことないでしょ、用事はみんなあるでしょ、あるよね、うんうん、あ、でも家庭内別居ってことはそういう用事は神さんがやってくれてんのかな、いいよ、家庭のことはさ、家庭内別居の話するとさ、まあまあそれはいいけど、うんうん、もしかしたら、いや、さほど用事ないなと思ったの、そうでもなくね、え、まあ、洗濯したりはあるよ、うん、洗濯だってさ、昨日干して、だって自分の分だけだろ、自分の分だけだけど、今はもう便利だからね、うん、あ、そういえばさ、洗濯で言うと失敗しちゃったのがあって、ティッシュ、いや、そのね、うん、まあ、確かに乾燥付きのやつ買ったのよ、うん、でもドラムのこっちじゃなくて、こっち縦型のやつ買っちゃったの、こっち型でいいじゃん、ちょっと安いから、うん、でもね、縦型のやつは、うん、あの乾燥まで持ってけんだけど、うん、主役者になるのよ、いや多分ね、斜めドラムも主役者になると思う、いやいや、ならない、ならない、なんないよ、うん、本当、どちらかというとね、ふわってやってくれるから、なんかそれ縦型バカにしてない、いやいやいや、違う違う違う、俺はだから縦型の方がスペースも取れるしいいかなと思ったの、まあ安かったのもあるけど、俺洗濯機屋さんにメーカーの人に聞いたことあるけどさ、うんうん、汚れはね、どうやら縦型の方が落ちるらしいよ、あ、それ救われた、うん、どうしようかな、縦型と思ってた、買っちゃったの、いやいや、それはもう、もう随分前で、随分前、そうか、うん、そうね、うん、じゃあゴミ拾って、まあゴミ拾って段ボールで寝るよ、段ボールで寝るってなんかテーマあるの、うん、だから段ボールで寝てるところから見える世界を見てみたい、あ、そうか、まあ、ちょっと上からだね、あ、でもやってみたいはあるからね、そう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 、あの、いや俺じゃなくて、うん、スーちゃんの場合はさ、うん、そうだ ね、何でもやってみたい、いつやるのそれそれ勉強とかならいいけどさ、いや今でしょっつって切ろうかと思ったんだ、今段ボールで寝るはさ、やるべきだよ、今でしょってわざわざ気合入れていくことじゃないでしょ、あ、じゃんけんジュースやろうぜ、最初はグー、でど、もう割り勘にしてよ、割り勘、いや割り勘ね、じゃあジュースを買うから切っちゃうよ、切っちゃうよ、うん、いやいや、ちょ最後聞いて、うん、こっちとこっち同じジュースが、こっち140円でこっちがね、うん、120円なの、じゃあこっちで飲もう、ただね、やっぱり売り切れてんだよ、うん、あ、本当だ、でしょ、うん、ただこっちは売り切れてないの、そりゃそうだよ、だって、うん、同じジュースだよ、うん、同じ、でもさ、向こうのが増量なんだよ、ちょっとお得なジュース買おうぜ、向こうのが増量なんだよ、増量一緒じゃん、いやいや、向こう見てね、コーヒーでいいよ、うん、あ、重たいか、自分で買って、え、でも、じゃあ、チャンネル登録よろしくね。高評価。よろしくね。